毎年多くの人で混雑する栄のオアシス21では、栄でちょっと写真スポット回って、そのまま大須商店街の方までブラブラ歩こうかなと。またこちらの女性は、友達と花見パーティーします。カラオケでみんなでお菓子とか作ってローン使ってやります。一方で普段通り過ごすという人も、夜はもう家に帰って子供の面倒を見る予定です。普通にお買い物して帰ろうかなって。はい、このハロウィーンの過ごし方についてリクルートが先月アンケート調査を行いました。はい、今年のハロウィーンどのように過ごしたいかという質問に対しての上位3つの回答がこちらです。うん、最も多かったのは家で過ごしたい 18.2%、次いでハロウィーンにちなんだスイーツを食べたいと答えた方が 11.4% で2位、外食を楽しみたいと答えた方が 7.5% で3位という結果になりました。はい、ハロウィーンに関連した飲食やパーティー、イベントなどに参加したという人は過去4年で増加傾向にあるんですね。屋内で楽しむという人もいれば屋外で楽しむ人もいるということで、多くの人が集まりトラブルや事故が起きないようオアシス21では厳戒態勢が敷かれています。ハロウィン目的でのご来場はご遠慮ください。オアシス21では今月26日から毎日地上の緑の大地と屋上の水の宇宙船を午後5時にそれぞれ閉鎖していました。さらに今日はこのエリアに加えて地下の銀河の広場を午後5時に閉鎖し、店舗は終日すべて臨時休業しています。混雑による事故などを避けるための安全対策です。この厳戒態勢に街の人は、お店の人かわいそうね、営業ができないから、そういうことを考えるとやってもいいのにと思うんだけどね。安全第一とは思いますけど、ある程度でいいんじゃないかなと思います。階段とかがあるとやっぱり雪崩事故とかも起きやすいと思うので、やっぱりそういうのは必要かなと思います。はい、では厳戒態勢のオアシス21の今はどうなっているんでしょうか。現場にいる小林記者に伝えてもらいます。小林さん、栄のオアシス21から中継です。つい先ほどあちらの門が閉まりました。もう向こう側へは行くことはできません。これでオアシス21の全体が閉鎖されたということになります。ただですね、閉鎖されたエリアの外側、こちらにですね、毎年非常に多くの人が集まります。現時点では多くの人が密集している、混乱しているといった様子は見られませんが、周辺では徐々に人が集まってきたなというように感じております。私はですね、去年一昨年とこの場所で中継を行っています。映像をご覧になられますでしょうか。はい、このようにですね、この後非常に混雑することが予想されます。密集したエリアでは事故やトラブルにつながる可能性もありますので、十分気をつけていただきたいなと思います。以上、オアシス21からお伝えしました。再び栄のオアシス21から中継です。先ほどの中継からおよそ15分が経過しました。現場ではそれほど大きな変化はありません。警備員の方々がですね、閉鎖エリアに入らないよう、また周辺で立ち止まらないよう、強く注意しています。また去年一昨年はなかったんですが、こちら白い大きな柵が置かれています。今年はより対策を強化しているということが分かります。密集したエリアではトラブルや混乱につながりかねない可能性があります。十分気をつけていただきたいなと思います。以上、オアシス21から中継でした。